さあ、打つとセンターのフリーが飛んだ。フリーが見上げているだけだ。ホームラン。中からエース安塚。頭を叩きました。高く上がった。出れば一塁ランナー帰ってくるが、どうだ、勝った大ファインプレー、中村翔平の当たりはどよめきの中スタンドに入りました。注目の第1球、勝負はしません。これは何のために甲子園に来たんだろう。一回も触れません。ヒッティングだ。やぶった。また繋いだ。一人ホームイン。そして二人目。ホームイン。高橋さんは。つないだ。つないだ。日本ハムの打線まだ終わらない。7年ぶりの決勝戦引き分け再試合。9回表2アウト。三振。